エルザレートゲームチャンネルへようこそ。今回は初心者弓使いが試合で勝率を上げるためには防衛のコツを覚えて成功率を上げようとなります。トライストリンガーを使ってガチマッチで勝とうとすると問題になってくるのが防衛失敗による逆転ですね。これは後衛がデスすることによって試合が動いてしまうことが原因となっています。そのためトラストを使って試合に勝つには防衛を成功させるしかありません。ということで今回はトラストなりの防衛方法と防衛する際のコツを次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずはじめにですが、最初に話した通り後衛は防衛を成功させないと勝てないっていうのがあります。これは前衛武器のようにキルが短時間で連続で取れるということができないため、こういった瞬発力が劣るためとなります。そのため防衛で敵の人数をしっかり減らしてカウンターを入れるきっかけを作ることが重要となってくるわけです。防衛さえしっかり成功すれば相手陣地側に攻め入ることも可能になりますからね。また防衛を成功させることによって自陣から中央までの足場を確保することができ結果として攻めやすい状況というのが作れます。さらに言えば中央を制圧するということは相手にルールの関与をさせないきっかけにもなります。どのルールにおいても中央はルール関与をする始まりの場所になりますからね。防衛をしっかり成功させて中央を制圧し防衛ラインを上げていくことが後衛としてはとても大事な役割となります。防衛ラインが上がればそれだけ敵の攻めるルートが単調になるので防衛もしやすくなるんですよね。なのでしっかりと防衛することは後衛として重要な行動と言えます。試合に勝つためには防衛をしっかり意識することを考えていきましょう。それでは防衛について具体的な対策を話していきたいと思います。まず大事なのは防衛は手前処理から崩すということです。まず防衛中で考えてもらいたいんですが、防衛中に厄介な相手は前衛と後衛どっちでしょうか？これはリッターの場合は後衛というふうになりますが、基本的には自陣に入ってきている前衛になるかなと思います。理由としては相手の攻撃が邪魔で敵をしっかり狙えないからですね。しかもこの時というのは味方もデスもしやすくなります。めちゃくちゃ味方の回転が早いですよね。で、前衛が手前で暴れすぎて全くルール関与や攻撃ができないっていうことはよくあることかなと思います。このことを考えると防衛を成功させる上では一番手前にいる相手を順番に処理していくことが重要だと気づくのかなと思います。またこの手前処理についてですが、味方にも大きな恩恵というのがあります。それは前衛の生存につながるという部分になります。手前処理をしない場合ですが、その代わりをすることになるのは味方の前衛となります。この時に味方がめちゃくちゃ強ければいいんですが、足場の不利な状況などを考えると対面自体がとても不利になるんですよね。そんな足場の不利な中、見えているかもわからない敵の前衛と味方の前衛が戦うのはかなり不利かなと思います。こう考えるだけでもだいぶ不利ですよね。ですがこの状況で後衛が先にクリアリングをしたり処理を成功させた場合はどうなるでしょうか？味方の前衛は対面がしやすくなりますし、処理の成功率もぐっと上がるのかなと思います。手前処理といっても自分の攻撃のしやすさだけではなく味方の動きやすさというものにも影響を与えていきます。そのためしっかりと手前を処理して準備を整えていくことはまずは重要な防衛の手段といえます。逆にこれが成功できなければ無理やりルール関与をしたとしてもカウンターを食らうだけですので焦らず崩していきましょう。こういう時負ける時は負けます。続いての対策は、後衛を相手にする優先度は間合い次第となります。これは手前処理をする際の優先度になります。優先度が間合いで変わるってどういうことかと思われるかもですが、これは図を見てもらうと分かりやすいかなと思います。まず、敵と味方の配置を見ていきましょう。この配置だけを見たとき、単純に後衛を相手にする方が有効なように感じますよね。ですが、
これに各武器の間合いを入れて考えてみましょう。この間合いを可視化した時ですが、自分の位置から相手の後衛に攻撃は届くことは可能でしょうか。これを知っていたらそもそも攻撃をしないかなと思いますよね。それよりも近くにいる前衛をしっかり狙うのかなと思います。ではちょっと配置を変えてみましょう。この場合はお互いに後衛の攻撃が届く場所となっています。この画像の場合は優先度としてどう変わるでしょうか。多分後衛を狙う判断になってくるかなと思います。このように相手の位置と武器の間合いによって有利不利が変わってくるため、処理する優先度というのはかなり変わってくるんですよね。届かない相手を永遠と威嚇射撃するよりも、間合いに入っている敵を処理した方が味方にとってはいい影響が出ますよね。また後衛を倒せずとも敵の前衛を潰してしまえば、相手の後衛は引かないといけない状況となります。キルはなかなか取れないかもですが、逃げてくれれば結果としてデスしたのと変わらない状況となります。こうなってくれば防衛が成功したと言ってもいい状況になりますよね。このように手前処理をする中では間合いという考えも重要になってきます。届かない相手に時間をかけるよりも、その時に射程内の敵をしっかりさばくことができれば試合展開を変えることができます。最初のうちは慣れないかもですが、攻撃の間合いは抑えておきましょう。一番いいのは攻撃して届かないならターゲットを変えるっていうのが簡単な対策かなと思います。最後に紹介する対策はメガホンをしっかり使うこととなります。これは弓を使う上で必須項目になりますね。まずメガホンに関してですが、潜伏や詰めてきてる相手を一時的に邪魔できる優秀なスペシャルとなっています。矢倉や矛であれば強制的にその場所を浮かせるので、防衛を成功させる鍵となるんですよね。実際に矢倉や矛の防衛の時というのは必ずメガホンを所持して使うように意識しています。これは弓を使いたての時からずっと意識していることですね。このメガホンをしっかり使えるかどうかっていうので、防衛の成功率というのは大きく変わりますので使っていきましょう。またメガホンを使うことにより味方の前衛は敵の位置を大まかに把握できます。これを利用して味方と協力して打開するきっかけを作れますので、メガホンというのはとても便利なものです。防衛の際にメガホンの使用に関してですが、複数の敵を狙うことが大事になってきます。なぜ一人ではダメなのかというところなんですが、メガホンによる事故や邪魔の精度が落ちるからです。単体の場合はその人が端っこに逃げてしまうと他の敵がルール関与ができる状況になります。ですが最大3人をターゲットにした場合、時間を稼ぐことができますし、1人の時よりも事故率が上がります。メガホン自体のキル性能自体はとても低いんですが、こういった邪魔や時間稼ぎっていうのは非常に優秀です。最後の頼みの綱として、しっかり防衛時はメガホンを使うようにしていきましょう。ただメガホンはキル性能が低いので、しっかりとメインやポイズンなども駆使していくようにしましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。初心者弓使いが試合で勝率を上げるためには防衛コツを覚えて成功率を上げようは、いかがでしたでしょうか。トライストリンガーを使っていると防衛というのが本当に難しいですよね。処理する順番もありますし、何よりメガホンを的確に使えるかどうかという点も非常に難しいです。防衛の成功率が上がれば自然と勝率も上がっていきますので、一人でも守れるように練習はしていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。